いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルマセラティギブリ S をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに数箇所飛び石と、左のフロントフェンダーに同じく飛び石があり、左側2本のアルミホイルにがれき傷と、左フロントのドアパネル部分に線傷がございます。また運転席のドアのエッジの部分に傷があり、右リアのドアパネル部分に線傷と、リアバンパーに数箇所線傷がございます。走行距離に関しましては約2万8000キロ走っているお車です。外装色はビアンコ、インテリアはプレミアムロストレザーの組み合わせとなっております。市場でも高い人気を誇るマセラティのミドルクラスセダンギブリでございます。こちらのお車は上級グレードのギブリ S でございますので、より刺激的な走りをお楽しみいただける1台です。またカーボンインテリアパッケージやチタンのデザインの21インチアルミホイルをはじめとするオプションも非常に充実しております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3リッター V6 ターボエンジンが搭載され、最高出力は410馬力を発揮します。アルミホイルは純正オプションのチタンのデザイン21インチアルミホイルが装着されており、キャリパーはロストキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーは4本出しのマフラーが装備されており、ギブリらしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体十分な容量確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはプレミアムロストレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはシフト横のスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。またサスペンションに関しましても2段階で切り替えることが可能となっております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましてもフロントと同様、目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ギブリでございますので、スペースは広々と確保されており、後部座席にもシートヒーターが備わっておりますので、ゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2017年モデルマセラティギブリ S をご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万8000キロ走っているお車です。不審者保証に関しましては2020年の10月まで残っておりますので、この車後も長く安心してお乗りいただけます。刺激的な走りをお楽しみいただけるギブリの上級グレードギブリ S でございます。
こちらの車には410馬力を発生させるエンジンが搭載されておりますので、ドライバーズカーとして十分にお楽しみいただけます。またカーボンインテリアパッケージやロストキャリパー、21インチのチターノホイールなどが備わり、内外装ともにスポーティーな雰囲気に仕上がった1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。